何をするんでしょうか。この円を使って狭い中でまだ障害物足りないですけど、小さい頃からやっていたのは本を規則正しく並べてドリブルしながらスラロームとかもやるんですが、ゲームの中でなかなかそういうシチュエーションってないんですよね。なので常にこういろんな形の障害物がある中でこのコーンに当たらないようにドリブルをする。まずやってみます。でこれ最初はゆっくりでいいです。ゆっくりやりながら自分で当たらないように。すげえな、うめえな。もう足の裏を使ったりしながら、時にはこう上に立ちたりして、ここも浮かしたけどその次のやつに当たらないようにとか、まあ、こういう形で相手の足が出てくるかどうか、高さってわからないですね。ここで自分で頭の中で、あ、ここが来た、だからかわそうとかではなく、足が勝手に反応するぐらい、そういう習慣をつける、そういうのをちっちゃい子に考えてやってましたね。いくつぐらいからやってんの？これも小学校からやってます。ドリブルしててディフェンダーが来た時に、自分がボールコントロールできなくて相手に先触られちゃってると か、まああるよね、足が反応してないような、はい、だからそんな感覚があった時にこういうのをやれば、頭じゃなくて足が反応してくるんじゃないか。実際そういうのを自分のサッカーの中で経験したことがあって、無意識に相手の足をかわしてくれたみたいな。じゃあこれをゆっくりやって少し慣れたなと思ったら、これを速く、いや結構速かったよ。あれアップ、おお。で自分の意思でどこに行くのか、ここも含めね、常にボールを触れるところにも行くか、狭いところでもタッチ細かく、ステップもそれ細かく踏む感じですね。すごいね。最初30秒でも相当きついです。でちょっと時間決めて30秒休んで、でまた30秒間やる。で今度息上がってくる、はい、足も乳酸溜まる、はい、その中でもしっかり同じようにコントロールできるかどうか。疲れたら、まあ、あんましなかったけど、疲れたらパスするもんね。それも考え方だって、試合中自分の状態が良くないなと思った時って簡単にプレーをする、まあ、それも一つだと思うんですけど、アタッカーはどうしてもここ行かなきゃっていうそこの役割もあるので、その状態でもしっかり、これは相手を抜くっていうのもあるけどボールをキープするっていうのにも役立つと思うので、これはでもいい練習だ。これじゃあ小学校の頃からやってきて、中学高校と未だにやりますね。ドリブルの感覚が悪いなとか、足の神経的なもの、反応が悪いなと思う時はどこでもできるの。これ別に今コーンとかマーカーがあるけど、空き缶でもゴミでも自分のバッグでもいいし、何でもこうしたら障害物を作ればいいだけで、やっぱりここで思うのはスラロームって行き先決まってるんですよね。置いてやるだけだとやることが決まっている、だけどこれはもう自分の意思を持って、自分の思い通りにドリブルをする。大きさ的にはこれぐらいがいいの？こんだけ逆に広かったら3人ぐらいでやってるんですよ。逆にもっと狭くてもいい？はい、でここの中心だけでやるみたいな感じに、するとまあこういうぐらいの感じですよね。これはでもこれは無理でしょ永井さん。まあ、これで、まあ、ここだとですね。当たっちゃったけど、当たってもまずやることですね。なるほどね。はいはい。なるほど。はい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 。ダブルタッチなんかもそうだけど、足の裏も使いながら、もう吸い付いてる感じだもんね。細かくタッチしてここでコントロールできればいいんですけど、例えば今みたいにどうしても大きくなる時がある。まあ、その時に当たる前に自分の体を動かすことですよね。で、ああ当たっちゃったって言ったら、まあ相手に取られてると一緒なので、その時の自分のリアクションも、当たりそうだと思ったらもう自分の体を動かして、ボールを触りに行って、それが相手も足出して鼻先でちょっとこうかわせたみたいな、そういうドリブルになったりもするので。ボールが常に足元にあるっていう感覚でしょ。逆にフリーでドリブルをしますなっていう時には、やはり細かくこうやってドリブルするのもいいけど、少し大きめにこうやってドリブルしちゃうのは断然早いですね。だけどこの中ではそれをやってしまったらあっちょこっち当たりますなのでこの細かいシチュエーションの中では、この自分のボールを触れるエリア、ここでもそう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 、ちょっと後ろでもそう、この自分のエリアでボールをしっかり触れるように、こうやってタッチとかありますよね。はいはい、ありますね。まあ、基本的な感じでね、最初はそんなところ始めますけど、この中でボールをしっかり触れるように。
ここにあればあまりボール見なくてもできるんですよね、うん、で少し前に出せば間接視野でボールも見えるし、そういった自分のボールを触れるエリア、それの延長がこうなっていくわけだね。こういう練習知りたかったな、誰も教えてくれなかった。僕も自分で作りましたよ。ドリブルが好きだったんだね。ドリブル大好きじゃん。俺シュートばっかりしてたからな。人にボールを取られるのとか本当に嫌で、サッカーのなんか僕の中の醍醐味は目の前の敵を抜いた時がやっぱ一番喜びを感じた。ましてやもうボールを取られるなんて思ってるのかで、そうならないためにどうしたらいいのか、それをまあ小学生なりに自分の中で考える練習メニューです。もうなんかアンパイのとこしか行かないですね。そこ攻めてください。どうじゃん。でやっぱそのボールを浮かしながらも自分の体もそこまたがなきゃいけないので、そこのなんか体の使い方も無意識になってできるようになってくるんですね。最初はなんかこうよいしょってこう思い感じになるんですけど、やばい、はい、じゃあここから早くです。早くもうね、乳酸溜まってる。そこから早くです。同じこと分かってる。僕を追っかけてください。ちょっと足がついてからやばい、やばい、結構きついですよね。きつい。そして目が回るこれやった方がいい。結構心肺機能もいいトレーニングになると思うんですけど、小さい頃知りたかったな。ドリブルでプロになった人と全然ドリブルしないでプロになった人、僕は違う特徴を持つんでね、サッカーってそういうもんですから。 いい練習ですね。ディフェンダーが間空いてるのに、ね、一時期流行ったルーレットとか、まあ、そういうこうこういうドリブルですよね、はいはい、こういうのをやる子もいますけど、ドリブルってやっぱ相手がありきのものなので、まずはやっぱりその自分自身の姿勢をよくボールを扱えること、相手があるものなので、やはりボールばっかり見てこうやってドリブルしたら何も見えないですよね、うん、なので姿勢をよく、その中で自分がこの中でボールを触れること、そして相手ディフェンダーを見て相手ディフェンダーをどうしたいのか、相手が離れてるのにまたいで、あんまり意味ないですよね。だから例えば自分がこうドリブルしてきました、ディフェンダーが対峙しました、その時に自分はここを通りたいんだ、そのためにどういうフェイントをするのか、一個自分がこっち側にボールを持ち出すだけでもディフェンダーはついてきますよ、はいはいはい、その中でグッて抜かれた。だからまずは自分のドリブルは必ず相手があるものだっていう考え方を持ってほしいです、うん、その中で相手ディフェンダーに対して自分がどうしたいのか、そのためのドリブルっていうのは手段であって、ただまたぐフェイントをかけるとかこういうのやってみたりとか、でもそれは相手をどうしたいかっていうのがまず前提にないと、ディフェンダーも来てないのになんかこうやってやってたって、うん、まあもうしょうがないですよね、まあ、他の後ろからディフェンダー来ちゃうかもしれないし、だからドリブルをする相手があって、その中でもう一つ大事なのはドリブルをすることにとらわれすぎて時間をかけすぎないってことですね。逆にそれはチームにとってあまりいい効果を生まなかった、それでなかなかボールがとどまってしまって流れが途切れてしまう。なのでドリブルはなるべく早く仕掛ける、これが一番ドリブラーにとっては大事な要素だな。そうすることによって相手がまだこう自分がボールを受けましたってなった時にディフェンダーがまだこう移動している最中で整う前にもう仕掛け始められたらディフェンダーとしてはやっぱり嫌だと思います。自分がドリブルを仕掛けることによってもうディフェンダーにリアクションさせるというですね、もうこっち持ち出したら中に行ける人とか自分のボールを奪いに来てる人が何をしてくるのか、やっぱそこをしっかり見るってことですね。まあ、いなかったらまっすぐ行けないからね。まあそうですね。1対1でね。まあ別にわざわざ抜きに行くためにこっち行けるのに向かっていく必要ない。そうそう。ありがとうございます。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ！レシーブだろう。これが大変だ。